どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、大阪に来ておりまして、本日はですね、ちょっと今ボケてると思うんですけども、こちらのホテルです。コードヤードバイマリオット大阪本町ということで、本日はね、こちらに一泊ね、お世話になろうと思って来ております。今ですね、もう4時過ぎておりますので、チェックインね、早速していきたいなと思います。ということで、こちらがですね、コードヤードバイマリオット大阪本町のね、入り口っていう風になるわけなんですけども、右を向くとですね、こちらね、見えてると思うんですけども、奥の方にですね、地下鉄の入り口がありまして、ちょっとね、駅の名前忘れちゃったんですけど、本当にね、目の前なんですよ。徒歩1分でね、地下鉄の駅からね、こちらアクセスすることができます。でですね、ホテルの入り口がここになってですね、看板もね、こんな感じで横にあります。で、隣にはね、サイゼリアとかもあるんですよね。ここら辺はね、かなりね、大阪の真ん中の方のね、ホテルになります。本当にね、心斎橋もね、近いエリアという風になります。それでは中入っていきましょう。それではね、無事チェックインができまして、私はね、今回全9号室ということで行きたいと思います。はい、到着しました。それではね、中入っていきたいと思います。それではね、中に入っていきました。こんな感じになっております。はい、入ってすぐベッドですね。まあ、このホテルはですね、まあ、どっちかというとビジネスホテル向けっていった形になっておりますんで、まあ、価格もね、そんなにお高くないです。でですね、こちらに大きめのテレビがね、あります。こんな感じですね。かなり大きいですね。これはどこのテレビでしょうか。こちら LG のテレビですね。かなり大きいですね、これね。はい。で、こちら窓側にですね、お水が2つあります。こちらね、無料で、いただけるやつですね。で、下に、ケトルですね、置いてあります。で、こちらね、正面を見ていただくとですね、こちらね、こんな感じでティーセットになってます。こちらね、無料でいただけるやつだと思います。でですね、冷蔵庫は空なんですけども、1個入ってると思うんですけど、あれはね、ちょっと後で説明しますね。でですね、窓がこんな感じです。かなり大きい窓がね、1個ついてます。おそらくあの感じだと、カーテンはね、自動で閉める感じなんですかね。ちょっと枕元にスイッチ等がね、あると思います。で、珍しくね、こっち側にあれがあるんですね。クローゼットが簡単な感じで入ってます。で、下の方にですね、アイロンとかね、アイロン台があります。でね、窓側にね、こんな感じでソファーがあるんですよね。これは非常にいいですね。ゆっくりできそうです。外をね、眺めながらゆっくりできそうな感じがします。まあね、景色はですね、ちょっと開けてみましょうか。この感じはね、自動じゃないかって言っといて聞きながらですね、普通にね、ここにね、紐ありましたねこちらね、手動です。よいしょ。ということで、こんな感じの景色になってます。まあ、かなりね、窓大きいんで、気持ちいいですね。隣には高速道路でしょうか。はい、こんな感じで見ることができます。かなり開放的な感じですね。下を見るとですね、ここ10階なんですけども、こんな感じで大阪の街をね、上から見下ろすみたいな感じでね、楽しむことができます。でですね、こちらに大きいテーブルがあってですね、ちょっと置いてあるものはね、後で説明します。テレビのリモコンとね、アルコールシートがここにね、もともとあるっていった形になります。でですね、こっちにもね、もう一個ソファーがね、ちっちゃい一つ掛けのがね、あるんですよね。こちら非常に可愛いですね。で、こちら側行っていただくと、ベッドサイドですね、こんな感じになっておりまして、ライトとですね、目覚まし時計と、
電話、あとメモ帳とね、あと USB コンセント、あとね電気類のね動作するのがあります。下には特に入ってなさそうですかね。はい、でですね、反対側からベッドを見るとこんな感じですね。はい、こんな感じになってます。まあ広さはですね、何平米だったかな、21平米ぐらいだったかな。はい、ちょっと詳しくね出しておきますけども、そこまでねすごい広いっていう部屋ではないですね。まあこちらは先ほど見た通りね、ビジネス系のね、感じで、カテゴリーもね低いホテルっていう形になっておりますんでね。それでは水回り行きましょう。でですね、この廊下の入り口入ったところにですね、こんな感じで物が置けるね台があるっていう形になっておりまして、こちらにですね金庫ですね、今ちょっと引き出し出している状態なんですけども、これ以外にもですね、ここにパジャマがあったりとか、下にねスリッパとかもね置いてあるっていう形になります。ちょっとね今気づいたんですけども、こちらデジタルなんですね、温度が。最近ちょこちょこねこういうのが増えてるみたいですね、デジタルのね温度計が。それでは水回り行きたいと思います。入り口のね右側にこんな感じであります。でですね、置いてあるものはコップ、あとハンドソープですね。でアメニティがねここに置いてあるっていう形になっておりまして、こういった感じで、タオルと歯ブラシ、綿棒とかね、まあそういったものが置いてあります。でタオルはですね、下にね、こちらに備え付けがあるっていう形になります。でドライヤー見ましょうかね。でドライヤーはねこちらになってます。よいしょ、こちらはパナソニックのやつですかね。はい、コテもね一緒に入ってるみたいです。でですね、こちらのホテルにはですね、下の方のねあのクラスの客室にはね大浴場がないんですよね。でこちらもシャワーだけっていう部屋になっておりまして、これでもですね1個アップグレードね、していただいてるんですよね。でこちらはシャワー、こんな感じで映ってない、こんな感じでね、シャワーがあって、可動式とですね上にね固定のシャワーがついております。でですね、アメニティなんですけども、こんな感じになっておりまして、ボトル式のがですね、こちらはどこのですかね、ちょっと初めて見ましたね。コードバイバイマリオットの日本のやつはこういった感じなんですかね。私もねコードヤードバイマリオットの日本のホテルは多分初めて泊まるんですよね。こちらのブランドの、やつがね統一されて置いてあります。はい、客室としてはねこんな感じですね。でですね、お手洗いの話をしてなかったと思うんですけども、あの水回りのところにですねそのままお手洗いがついてて、そのままシャワー室にねドア一つで入ることができるっていった形になります。ここはねちょっとね人によってはねちょっと嫌だなって思う部分かもしれないですね。トイレは独立してないっていった形になります。ということで今回ですね、コードヤードバイマリオット大阪本町ホテルですね、こちら一泊ねお世話になろうと思います。こちらのホテルはですね大阪のね中心地にありまして、 W 大阪とかもねそんなに遠くないと思うんですけども、こちらねホテルカテゴリー5のねホテルっていう風になっておりまして、マリオットボンボンホテルポイントだとですね一泊ね3万ポイントから4万ポイントでね宿泊することができます。でですね、こちらのホテルはですね、まあポイントで、ね、宿泊することももちろんできるんですけども、まあ何せですね宿泊料金がねかなりお安いんですよね、このホテル。で今回私はまあ普通に優勝でね宿泊させていただいたんですけども、こちらパッケージプランがね販売されておりまして、このパッケージプランもねちょっといつまであるかねわかんないんですけども、一泊ね9200円なんですよね。ですんでまあその時点でまあ結構安いんですけども、さらにですね9200円なのに1泊ですね2000ポイントボーナスポイントがね、マリオットボンボポイントつくんですよね。ここかなりすごくないですかね。まあ、ちょっとこのプランね見てびっくりしたんですけども、まあ、9000円ちょっとで、まあ、ボーナスポイント2000ポイントということで、それ以外にもですね SPG アメキスでね払ったらまたボーナスポイント等々もねもらえるので、かなりねお得な、ホテルっていう風になってるんですよね。で私はねマリオットボンボイプラチナステータスということで、ここのホテルのねプラチナステータス特典はすごいねたくさんありまして、まず一つ目にですねビジネスカフェということで、1階にですねカフェエリアがあるんですよね。ここもともと普通のカフェが営業されてたりバーなのかもしれないんですけども、まあそこのエリアはですねビジネスカフェっていった形になっておりまして、10時から5時までですねソフトドリンクが1時間1000円でね販売されている、まあ誰でもね利用できるスペースなんですけども、こちらはですねなんとプラチナステータス以上の方は無料でね利用することができます。またですねウェルカムギフト
もしくは1000ポイントね、ボーナスポイントがね選べるということで、前の動画でもね言ってるかもしれないんですけども、マリオットボムのねウェルカムギフトねもらえるということで、ずっとですねポイントをもらってたんですけども、今後はですねウェルカムギフトねもらっていこうと思ってまして、まさかねポテトチップスを選んだら、これ懐かしいですね、プロ野球チップスいただきました。このあの野球カードがねついてるやつですよね、まあ、こちらがねいただきました。でさっきね冷蔵庫をねあの紹介した時にね、あのちょっとちらっと見えたかもしれないんですけども、こちら赤ワインということで、ワインをねいただきました。まあこの2つがですね今回ウェルカムギフトで、もらえたっていう感じですね。で選べるのはですねこのポテトチップスと、あとね和菓子だったかな、あとポテトチップスと和菓子、あと赤ワインと、それ以外は、ソフトドリンクはね、選択することができるわけなんですけども、ビールはね不思議となかったですね、ビールはなかったです。ですけどもまあ私はね赤ワインとこのポテトチップスをね選びました。これがねウェルカムギフトということでもらいます。でですねこちらのホテルはですね結構ユニークなねサービスをやっておりまして、まず朝食はねあの2名ね無料で利用することができるんですよね。このねコードヤードっていうねこのホテルブランドはですねプラチナステータス以上でも朝食がねつかないホテルもあるんですよね。なんですけどもこのホテルはですね朝食2名分ね無料で利用することができます。こちらプラチナステータス以上の方だったらね利用することができます。でですねあともう一個ね面白い特典がありまして、こちらねエリートモーメントっていう特典なんですけども、このホテルはですねディナーがですね無料なんですよ、プラチナステータス以上の方は。こちらねマリオットボンボホテルのちょっと細かい話っていうところで一回ね解説させていただいたと思うんですけども、このプラチナステータス以上の方はですねホテルディナーがこここちらのホテルで2名分ね無料で利用することができるんですよね。でプラチナだったら何品、チタンだったら何品、アンバサダーだったら何品みたいな感じで、そのステータスによってですねあの注文できる数、まあ、ディナーコースの数がねあの変わるわけなんですけども、まあ、そういった感じでねこのホテルでは利用することができるんですよね。まあ、こちらはねコードヤードバイマリオット大阪本町独自のねあのホテル集客のあのープログラムっていう感じであの独自でやっているんですけども、まあ、今ねちょっと緊急事態宣言の影響もありまして、あの残念ながらですねあの今はディナーではなくて食事はいただけるんですけども、あのテイクアウトプランということで、あの選んでねあのホテルに戻っていただくみたいな、まあ、そういった感じに振り返られてるそうなんですよね。ちょっと私もねあの内容はわからないんですけども、まあ、今回ねそちらも利用ねさせていただこうかなと思います。でですねあとこちらはねプラチナステータス特典ではないんですけども、泉だこおかきマヨネーズ味、まあ、こういったねあのスナックも一緒にねいただくことができます。こういった感じでねプラチナステータスのね特典を利用することができます。でですねこちらすごくないですか、びっくりしたんですけども、わざわざね私のね名前入りのねメッセージカードとかもね用意されてるんですよ。なんかねあの誕生日泊とかね記念日泊とかで、まあ、宿泊させていただきますみたいなね、まあ、そういった時にですねこういったサービスがあるのはねあるのは分かるんですけども、普通にね宿泊しに来ただけでこういうサービスがあるっていうのはね非常にありがたいですね。本日はコードヤードバイマリオと大阪本町にお越しいただき誠にありがとうございます。滞在が心よいものとなりますようアソシエイト一応、お手伝いさせていただきますのでお気軽にお申し付けくださいということで、非常にありがたいですね、こういったメッセージカードもいただきました。ということでこちらのホテルはですね本当にマリオットボンボイのプラチナステータス以上で、ね、保有されている方は本当にねあのサービスいろいろね受けられるホテルっていう風になっておりまして、またね現金決済もこちらの客室9200円でしかも2000ポイントのボーナスポイントがね今回いただけるっていう風になりますんで、かなりお得ですよね。で私が宿泊しているのは9月の11日ということで、まだねマリオットボンボイホテルの Q3 グローバルプロモーションね14日から始まりますよね。1滞在で1500ポイントですね。こちらに関しては残念ながらまだね始まっていないんですけども、こちら始まってしまえばですね1000ポイントプラス1滞在1500ポイントということで、そちらもね一緒にもらえるという風になりますんで、いやかなりすごいですよね。ということでこのね特典もりもりのねこのホテルにね一泊ねさせていただこうと思っております。で客室のね案内した時にお風呂場はねバスタブないっていう話をねさせていただいたと思うんですけれども、こちらのホテルはですねなんと大浴場があるんですよね。で大浴場はまあ温泉ではないんですけども、露天風呂とかもねあるっていう風になっておりますんで、私ね基本的にホテルの客室には
バスタブっていうのはね結構欲しい方なんですけども、大浴場がねあるっていう風になりますんで、まあそちらでね入ればねまあいいかなっていう風に思いますので、まあそんなにね気にはならないんですけども、まあ客室にねバスタブが欲しいっていう方はですね、ちょっとねもっと上の方に行くとですねバスタブある客室もあるっていう風になりますんで、バスタブがね希望の方はですねそういった客室をですねチョイスしていただく必要があります。まあここはねまあ好みが分かれる部分かなという風に思うんですけども、まあポイントで取ったりですね一番安いね客室であったりするとバスタブがない部屋になりっていた形になります。こちらもね一応ワンランクねアップグレードしていただいてるんですけども、バスタブはねないっていた形になります。ちょっとですねバタバタしておりまして、本日ねこちらの大阪に到着してですね、まあ私この緊急事態宣言中にホテルに宿泊するってやってないんですよね。でなんで今回来たかっていうと、私ねワクチンを受けに大阪に来たんですよね。でそれでちょっとねバタバタしてワクチン打つのも嫌だなと思って、今回前泊でね、来させていただいたっていう感じなんですよね。で今回ねこのホテルにね来たんですけども、カメラをね持ってきたんですよ。この客室を撮る用のカメラですね。でカメラを持ってきて、でジンバルもねあのジンバルっていうねそのカメラ新しくして、あの今そのすごい綺麗にね撮れるカメラに変えたんですよね。で変えたんですけども、そのジンバルっていうねあの安定させるやつをつけないとね、あのお見せできる映像じゃないんですよね。この一眼レフのミラーレスっていうミラーあのレンズと本体が分かれてるカメラなんですけど、まあそれも用意してですね、よし撮影するぞって到着してね意気込んでいたらですね、なんとねレンズを持ってくるの忘れたんですよね。いや本当にねドジですよね。で結局でこのカメラのレンズってすごい高いんですよね。本当に5万とか10万とかするような話なんですよね。でどうしようかなと、ついてホテルの前までついてどうしようかってなったんですけど、まあ今回だけね手っ取り早く1万か2万円のねレンズ買って撮影するかとかいろいろ考えたんですけど、まあそれはそれでねそのレンズゴミになっちゃうんで、それはもったいないなと思って結局ねレンズ買いました。はい、この今ねついてるレンズちょっとねいつもよりね画角が狭くて見づらいかなと思って申し訳ない限りなんですけども、ちょっとね中望遠のねレンズを購入して10万円ですいや完全にやっちゃいましたよね。まあちょっとホテルレビューとね関係ない話をしてしまったので、ここはねバッサリ飛ばしていただいて OK なんですけども、ということで今回ですね、このコードヤードバイマリオット大阪本町ホテルですね、9200円でこちらの一泊ねさせていただいて、ホテルディナーもいただいてゆっくりねさせていただこうかなと思います。で今ね5時半ということで、このね夕食のこのエリートモーメントっていうね、いやエリートディナーっていうんですけども、こちらねもう始まっておりますので早速ね取りに行きたいと思います。ちなみになんですけども、このエリートモーメントっていうのはですね、ディナー今回私チョイスしたんですけども、もう一つねアルコールプランっていうねエリートアワーっていうねお酒が飲める方もあるんですよね。まあこちらはですねご自身のねチョイスでね決めていただいて、まあ2日泊まってね両方利用するみたいなね、そういった感じでもねいいと思いますので、まあこのエリートディナーかエリートアワーかねご自身で選んで利用していただくっていった形になります。それでは早速ですねこのエリートディナーですねもらっていきたいと思います。それではですねやっとね理解しました。まあこういった感じでですね利用することができるって言った形になってきまして、このねプラチナエリートでこの3つから1種類を選ぶで、ここはですね追加料金で、チタンの人はここから選んでここは追加料金、アンバサダーの人はここから選んでここは追加料金みたいな感じで利用することができます。まあこれがねエリートディナーということで、今ね席についているんですけども、今ね作ってもらって、まあ、それをね客室でいただくっていう形になります。で、10分程度ね、待ち時間があるということで、まあ、10分後にね、取りに来てもいいですし、ずっとね待ってても OK っていう形になります。でレストランはねこんな感じになっておりまして、まあ、非常にね、いい感じですよね。かなり綺麗ですね。やはりこのホテルね2019年に開業したということで、かなり綺麗ですねまだね。ということで10分ぐらいね待って客室の方戻りたいと思います。ということでエリートディナーねもらってきました。まあこちらはですね先ほどのねウェルカムドリンクでもらった赤ワインですね、あとこちらのアルコール除去シートはね部屋についてたやつですね。
では開けましょう。1500円を課金するとアンガス牛のステーキということで、まあ、せっかくなんでね、1500円課金させていただきました。でセットメニューとしてはこちらですね、はい、お水ついて、あとこちらが何でしょう、スープですかね。 あったかいあったかいスープがついてます。でこちらがお弁当ですね。まあこちらが本来はですねコースでねいただけるんですけども、まあ今はねこんな状況ということで、まあお弁当でね提供しているっていう感じですね。はい、では開けましょう。よいしょ。わあすごい、めちゃくちゃ美味しそうですね。めちゃくちゃ美味しそうです。フルーツとステーキとご飯と、サラダ、あとケーキとね、この左上のは何だろうな、ちょっと分かんないですけども、はい、こんな感じになってます。こちらはね1500円課金したアンガス牛のステーキですね。まあちょっとね、あの課金してない状態がね見せるのとちょっと迷ったんですけど、せっかくなんでね、1500円課金させていただいて利用させていただきました。それではねいただきたいと思います。それではねいただきたいと思います。ちょっとね顔が暗いかもしれないんですけども、まあこの照明自体はねどうしようもできないんで、これでちょっと我慢していただきたいと思います。ではいただきましょう。まずねこのスープですよね、アルコール消毒してからいただきましょうね。よいしょ、はい、こちらです。あ、ちょっと見えないな、見えないです。いただきます。これはね、なんだろう、美味しい。これ何ですかね、なんか豆のスープっぽいですけど、ちょっと味が分かんないです、申し訳ない。ではいただきましょう。ドレッシングもねちゃんとついてるんですよ。こんな感じで青汁とドレッシングついてます。それではねいただきます。サラダからいきましょう。またサラミが乗ってるっていうのはねいいですね。めちゃくちゃうまいですね。ではねステーキいただきたいと思います。アンガス牛のステーキ、はい、こんな感じです。いただきます。うん、うん、こちらねしっかり噛み応えがあってとても美味しいですね。はい、ご飯も非常に美味しい。あとねステーキの下にね焼きそばが入ってますね。ステーキと焼きそばっていうのはかなり斬新ですよね。でもね非常に美味しいですね。はい、あとこの左上って言ってたこれ何か分かんないやつ、これ何だろうな、これは練り物とチーズですね。うん、あ、これも美味しいです。はい、ということでこんな感じでねエリートディナー無料でね利用することができます。まあ私の方はですねちょっとアンガス牛ということで課金させていただきましたけども、まあこちらねチキンとポークとあとお魚っていった形で選べるっていった形になっておりますんで、いやかなりねいいですよね。ということで、あとねちょっとゆっくりいただいてですね、このホテルにね大浴場がありまして、露天風呂もねあるそうなので、ちょっとねそちらも行っていきたいと思います。ということで今ね、夜の7時半ぐらいになりました。食事をね終えてから大浴場ね行ってきました。で2階にですね先ほどねテイクアウトボックスの、レストラン取りに行った場所があるんですけども、そのね2階の反対側にですねスパということで大浴場がねあります。いやかなりね良かったですね。本当にねあのビルの隙間から空が見えてるみたいな感じで、露天風呂もあって、まあ、大浴場もあってみたいな感じで、まあ、かなりねゆっくり、利用することができましたので、やっぱりね大浴場あるのいいですね。おそらくねやっぱり大浴場があると私はね多分シャワーね使わないと思いますので、まあバスタブがねないという客室にねありませんので、まあその点ねちょっと嫌だなと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ私の場合はですねその大浴場があるんでね、かなり大満足っていった形になりました。いや本当にね良かったので、ぜひねこのホテル利用される方はですね大浴場ね行ってみていただければなと思います。で大浴場にはですねボディタオルっていうんですか、小さめのタオルしかね用意がありませんので、バスタオルね利用されたい方はですねバスタオルね持っていく必要がありますんで、この点をね覚えておいてください。ボディタオル、そのちっちゃいタオルだけでねいいよっていう方はですね向こうにね備え付けのがね置いてありますんで、そちら利用していただければ大丈夫かなと思います。ということでね今夜の7時半ということで、これからですねちょっと仕事をしつつですね、ゆっくりねして今日のところはね休みたいと
思います。いやちょっとね今日ねバタバタでホテル着いてからねカメラのレンズ買いに行ったりとかね結構大変でした。これからねちょっと仕事の方をしてですねゆっくりして明日を迎えたいと思います。おはようございます。今ねコードヤード大阪本町の廊下にいます。廊下はねこんな感じになってます。非常にねおしゃれですよね。やはりねまだできたばっかりということでかなり綺麗ですね。本当にコンパクトな感じなんですけども反対側もこんな感じになってます。ということで今ねちょっと外に出てきたんですけども、大阪はですね土砂降りですね。これねまた完全にやってしまったことに私ね傘を持っておりません。はい、今日これからねワクチン接種に行くんですけども、いや困りましたね。ということで中に戻りましょう。で看板はねあんな感じコードヤード大阪本町ってあります。でホテル自体のね看板はこんな感じで、はい、かなりかっこいいですよね。でホテルの正面玄関はこんな感じになってます。まあ、本当にね、コンパクトな感じですよね。はい、スタイリッシュな感じになってます。じゃあ中入っていきましょう。でこちらはね、ビジネスカフェラウンジということで、まあ、今はね、朝ということで閉まっておりますけれども、10時から5時までねソフトドリンク等々がねいただけます。あの昨日見た感じだとねスナックとかクロワッサンとかねそういったものもありました。ちょっとあとでね時間がありましたらねお見せしたいなと思ってます。まあ、こちらもねプラチナステータス以上の方は無料で利用することができますんでかなりいいんじゃないでしょうか。はい、仕事もできそうな感じです。こちらは、フロントの前の、まあ、チェイスペースっていう感じですかね。はい、どこのホテルでもあると思いますけどもこんな感じになってます。ソファーはね2つで奥にねフロントがあるっていう感じです。でですねフロントの隣にはこちらホテルの駅ということでこちらは多分ご当地のものですかね。はい、いちごジャムだったり、こちらなんだろうデラウェア肉ソースとかねホーリーバジル茶売ってます。こちらはね大阪産のぬか漬けですね。はい、こんな感じになってまして非常に美味しそうですね。であと下にもね売ってるのかな、はい、季節の野菜セットも売ってます。でこちらはねフロントデスクになります。フロントはね2つあって、マリオットボンボイメンバー限定みたいなねそういったレーンをね多分ないんじゃないかな。はい、なさそうですね。はい、ということでこんな感じになってます。それではね今ね地下1階に来たんですけどもこちらにはですねジムとランドリーと喫煙所がねあるんですけども、まあ、こういった感じでねあの洗濯機があるっていうのはねかなりいいですね。はい、ちょっとね鍵かかってんのかな、あかかってないですね。こういった感じでね、使うことができます。いやいいですね。長期でね来られてる方とか、はい、そういった方をねターゲットにしてるんでしょうかね。はい、外国人の方とかね長く日本にいてもらえるようにできたばっかりのホテルなんでねこちらもすごい綺麗ですね。でですねその隣には喫煙所があって今は使用不可になってます。でその隣にはねフィットネスセンターということで、こちらねフィットネスジムがねあります。でちょっとね24時間やってた気がするんですけどどうやらね朝の時間帯やってないっぽいですね。ということで後でねもう一回入りに行きたいと思います。今多分空いてないですね。はい、また営業時間中にね来て皆さんにお見せしたいと思います。では部屋に戻りましょう。ということで改めましておはようございます。今ね朝の何時だろう6時半ぐらいかな6時半ぐらいですね。ということで、こちらのホテルはですね今は、朝食はね時間帯分かれておりまして3部制になってます。2階のスティッチっていうレストランでいただけるそうですね。で私はですね7時から8時ということでこの時間帯でねチョイスさせていただきました。ということであと30分ぐらいしたらですね朝食のね
会場に行ってね朝食いただきたいと思います。朝食はねおそらくブッフェではないと思うんですけども、多分プレートなんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょう。でも三部制にしてるってことはもしかしたらブッフェかもしれないですね。ということで、まあこちらね本来このコードヤードっていうのは前も言ってるかもしれないんですけども、朝食はね本来有料っていう風になるんですけども、このホテルはねプラチナステータス以上の方はね無料といった形になります。ということで、あとねもうちょっとしたら朝食の方にね行きたいと思います。いやね本当に土砂降りですね外は本当に土砂降り、びっくりするぐらいの土砂降りですね。はい、先ほども言いましたけども傘を持ってきておりませんいやまさか雨降ると思わなかったな。ということで傘どっかで買わなきゃいけないですね。ということで、あとねもうちょっとしたらね朝食行きたいと思います。ということでコーヒーでも入れましょうかね。大阪の街をね眺めながらコーヒーいただきたいと思います。いただきます。うまいですけどめちゃくちゃ熱いですまあ当たり前ですね、ケトルで入れてますからね。ちょっとねゆっくりコーヒー楽しみながら7時までね待ちたいと思います。ということで朝食からね帰ってきました。私はね本当に7時ジャストぐらいに行ったんですけども、やはりね朝食も3部制に分かれてるっていうこともありまして、私がね行った7時ジャストぐらいでもね 2,3 人の方がいらっしゃいました。でね朝食会場は、昨日ねあのディナーをいただいたレストランのところと同じ場所で、まあ、すごいね広いスペースじゃないんですけども、食事の種類ねめちゃくちゃありますね。本当にね小鉢から本当にいろんなものがあって、まあ、大阪産のねものもあったり、またねたこ焼きとか串カツコとかね、そういったものもあるんですよね。でですねケーキとかもね、まあ、小ぶりではあるんですけども、デザート類もね結構しっかりしてるっていう風になりまして、私はねそんなに朝食ねすごいがっつりいただく方じゃないんですけども、いやねちょっとあまりにも美味しそうでいろいろね取りました。いや非常にね大満足の朝食ですね。私が行った7時に行って、で続々とねやっぱりお客さん来ているっていう風になりますんで、このね三部制にはねなってると思うんですけども、早めに行った方がねいいのかなと思いました。逆にね最後ギリギリみたいな感じの時間帯でも逆に空いてんのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、私が行ったね本当に最初の5分10分ぐらいはね結構空いてたんですけど、もう食事している最中はねもうどん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 入ってきて、まあ、満席まで行かなくてもかなりね席は埋まるぐらいのね方がいらっしゃったっていった形になりました。ということなんで早めに行っといた方がね無難なんじゃないかなというふうに思います。いや本当にねここの朝食ねちょっとね皆さん食べていただきたいですね。かなり充実してました。この価格の帯のホテルとはねちょっと思えないぐらいねしっかりしたね食事っていう風になりますんで、かなりねおすすめっていただきになります。で今ね、8時ぐらいということで、本日ねレイトチェックアウトね、リクエストさせていただいて、一応ね16時まで大丈夫ですよって言われてるんですけども、まあ、本日ねこのままワクチン受けに行きますので2時、1時とか2時とかねそのぐらいにはチェックアウトするんですけども、まあそれまでね客室で仕事しつつですねゆっくりしたいと思います。いやね本当に朝食めちゃくちゃ美味しかったですね。ということで今ね、昼のね11時半ぐらいかな、まだねチェックアウトまでには時間があるんですけども、これからねお昼ね食べに行こうかなと思います。このホテルのね隣の隣がねサイゼリアということで、今日はねそこで済ましちゃおうかなと思います。ちょっとテイクアウトで何か買ってねサクッと食べて、まあ今日ねこの後ワクチン接種はね控えてますんで、まあ本来ねホテル来た時昼ね食べなかったりするんですけど、まあ今日はねしっかり食べていた方がいいかなということで、ちょっとね行ってきたいと思います。ということで客室にね帰ってきました。ちょっとね訂正があります。朝ねフィットネスジムっていうのをですね空いてる時間にねまた中お店閉まってという話をねさせていただいたんですけども、今ねこういう時期ということでフィットネスジムねクローズしてるみたいですね。申し訳ないです。ということで今はね利用することができません。こちらもね目当てにされている方はですねホテル確認してから宿泊しに来た方がいいですね。またですねこちらのホテルね本当にユニークな特典多いなと思うんですけど、自転車ね12時間無料でレンタルねさせてくれるっていうね
あのサービスがあるそうなんですよね。こちらフロントで利用することができて、なんでねホテルの前に自転車置いたんだろうなと思ってたんですけど、そういうことだったんですね。こちら宿泊者の方ね無料で利用することができますので、ちょっとね大阪の街ね自転車で走りたいっていう方はですね、無料で利用することができますんで、ぜひね利用してみてくださいということでね、お昼買ってきました。はい、ということでこちらです。はい、全然サイゼリアじゃないですねいやというのもですね、隣にサイゼリアやってたんですけど、こちらのホテルのそばにねファミリーマートがありまして、今ねこっちのこのキャンペーン皆さん知ってますかね、ビザタッチで500円以上するといくらだっけな、1万円だったか1000円だったかなんか当たるんですよね。ちょっとねそちらのキャンペーンを思い出して、でまたね近くにファミリーマートがね歩いて 2,3 分のところにありましたんで、今回ねファミリーマートでこのエブリングでねあの決済してタッチしてきましたということで、あのサイゼリアに行くっていう時ながら結局はねファミリーマートで唐揚げ弁当をね買うっていうね感じになりましたということでね、ちょっと唐揚げ弁当をいただいてですね、チェックアウトの方が14時ぐらいにね、しようかなと思っておりますので、もうちょっとですね今仕事も一段落しましたので、ちょっとゆっくりしてですねチェックアウトしていきたいなと思います。ということで午後のね1時過ぎになりましたので、そろそろねチェックアウトしたいと思います。いやーね、こちらコードヤード大阪本町ホテルですね、今回初めて宿泊させていただいたんですけども、いや本当にね価格はね安いにもかかわらずサービスはかなりすごいですね。まあこちらもねコードヤードバイマリオット大阪本町の独自のねホテル集客のための、企画っていった形になるわけなんですけども、プラチナステータス以上の方であればですねエリートディナーということで夕食もねいただくことができますし、またねラウンジはないんですけどもビジネスカフェっていうね10時から5時までね1階のちょっとしたスペースでねソフトドリンクとか軽食ねいただくこともできてですね、またね今回ねこちらはあのこちらはウェルカムギフトっていうんですかね、まあ一応ねこれは誰にでも配ってるそうなんですけども、まあ、こちらステータス関係なくねこういうね、泉田湖おかきということで、こちらマヨネーズ味のね、おかきがもらえます。でウェルカムギフトとしては私はね赤ワインのこういったねコップワンカップみたいなねワインがもらえて、あそれと一緒にねスナックを選べてポテトチップスをねいただきました。まあこれはね1000ポイントとどっちかね選ぶ感じになるわけなんですけども、私はねウェルカムギフトをね、選びました。あとね朝食もね2名分無料でね利用することもできるということで、まあこれでね、9000円ちょっとということでかなりお得ですよね。しかもねこれで2000ポイントのボーナスポイントついてるんですよすごいですよね。これね2000ポイントつかないプランだと8700円ぐらいだったんで、300円ぐらいしかね確か買わなかったんですよね。まあこれも結構ね衝撃だったんですけども、まあこういった感じでね、まあ客室にはねシャワーしかなくて、あの湯船ね入りたい場合は大浴場っていった形でそちらに行く必要があるんですけども、こういったね面をねあの納得できる方であればねかなりお得にね滞在できるのではないのかなと思います。やっぱりねこのエリートディナーねすごいですね。ホテルの夕食が、まあ、普通にねステータス特典で無料でいただけてしまうっていうのはねかなりすごいですよね。まあ今はねちょっとテイクアウトプランに切り替わられてますけども、本来普通にこれコースディナーっていった形であの普通にレストランでいただける食事が今はね振り返られてテイクアウトボックスのお弁当になってるわけなんですけども、またねあのこういう時期がね終わったらねディナーとかもね再開するのかなというふうに思いますので、これねやっぱすごいですね。でここら辺のね特典についてはすごいねよく変わるそうなんですよね。ですのでこの動画はね出ている頃にこの特典がね利用できるかどうかっていうのはちょっとわからないので、もしねあの今回私の動画を見てね同じようにエリートディナー利用したいとかね朝食利用したいみたいなねそういったのがあるのであればですね、ぜひねホテル宿泊する前にねホテルへの確認をね確実にしていただいてですね利用ねしていただければなと思います。こちらもねあの利用できると思ってね行ったら利用できなかったってなるとね結構ね残念な思いされるかなっていうふうに思いますので、この点はね注意してください。ということで私はねそろそろチェックインねして今回動画ね終わりたいと思います。それではですねまたねマリオットボンボホテルだったりヒルトンホテルだったりですね、またね月額制宿泊サービスのハフを利用してね、まあ、いろんなホテルねレビュー出していきたいなというふうに思っておりますんで、ぜひねまたチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。